どうも、高井です。人に頼む技、正しい方法なら嫌われない。今あなた自身が誰かに助けを求めたい。だけど、こんなことを頼んで、あの人に嫌われないかな、人間関係壊れないかなって少なからず不安を感じていますよね。そんな不安を持っている人にとっては、内容は心理学の観点から実験を重ねて出てきたデータで、本当はこうなんだよってことを教えてくれる内容です。内容はこちらに要点を抜粋してまとめました。これから読み上げます。ぜひともこのままご視聴ください。なぜ頼み事をするのは難しいのか。誰かに何かを頼むのを気まずく感じる理由。コーネル大学の組織行動学教授バネッサ・ボーンズは、共同研究者のスタンフォード大学のフランク・フリンと共に、長年人はどのように助けを求めるか、さらに具体的に言えばなぜ助けを求めたがらのかについて研究してきました。ボーンズは実験で、被験者に見知らぬ人に近づき、頼み事をするよう指示します。頼み事の内容は簡単なアンケートを記入する。キャンパスの建物を案内する。携帯電話を借りるといった無害なものであり、お金を貸す、献血する、赤ちゃんを預けるといったハードルの高いものではありません。にもかかわらずボーンズは、実験内容を伝えるとすぐに、被験者は明らかに恐怖や不安に襲われているのが感じられた。部屋全体の空気が変わり、まるで私たち実験者がこれ以上想像できないほど最悪なことを指示したかのような雰囲気になったと述べています。つまり、ほんの些細な頼み事をするのを想像するだけで、人はひどく不快な気分のうちになるのです。私たちは頼み事の方も間違っている。こうすれば人は自分を助けてくれるはずと、私たちが直感的に考えていることは、大抵大きく間違っています。ぎこちなく申し訳なさそうに頼み事をすると、相手の助けをという気持ちは薄れてしまいます。誰かに助けを求めることは本質的な矛盾を抱えています。自発的な気持ちで熱心に相手を助けようとするとき、人はいい気分になります。しかし、他者にコントロールされると感じると、このいい気分は消え去ってしまうのです。例えば、誰かを助けるよう指示されたり、誰かを助けなきゃならないと考えていたり、助けるように選択肢がないと感じていたりするような場合です。つまり、誰かを助けようことでいい気分になるには、自ら望んで支援の手を差し伸べているという主体性の感覚が必要なのです。なぜ私たちは自分を助けてくれた人にいいことをしたという気分を味わわせることができないのでしょうか。その理由の一つは、私たちが頼み事をする際、相手に貸しを作ったような気分になるからだと考えられます。貴重な時間と労力を自分のために使ってほしいと頼むとき、それによって相手がいい気分になると考えにくくなるからです。脳を感じる現実の痛み、人はたとえどうしても必要だと感じても、誰かに頼み事をしたり、助けを求めたりするのをひどく敬遠する傾向があります。私たちよく、彼に心を傷つけられた、拒絶され、刺すような痛みを感じたといった表現も使います。新しい科学分野で社会神経科学は、脳が筋肉の痙攣やつま先を物にぶつけるなどの身体の痛みを処理するのと同じような方法で、他者との関わりから生じる不快感を処理していることを明らかにしました。この痛みは社会的痛みと呼ばれます。心が気づいたという表現は、私たちが思っている以上に文字通りの真相を言い当てているのです。ニューロリーダーシップインスティテュートのディレクター、デイビッド・ロックは、痛みの反応をもたらす各種の社会的脅威について、長年にわたり調査と執筆を続けています。ロックはこの社会的脅威を次の5つのカテゴリーに代弁しています。ステータスへの脅威から生じる痛み。ステータスとは、他者と比較した自らの価値や重要性の認識のことであり、集団内で、周りが自分をどれぐらい尊重しているかを測る尺度です。私たちは職場や私生活で無意識に自分を絶えず前と比べています。確実性の脅威から生じる痛み。人間には未来を予測したいという生まれついての強い欲求があります。私たちは目の前の現実を理解し、少し先の未来に対処するために、これから何が起こるのかについて知りたいと考えています。自律性の脅威から生じる痛み。未来を予測したいという欲求には、起こり得る事態に対処したい、物事を自分の意思でコントロールしたいという欲求が付随します。心理学が長い間、自律性は人間の基本的な欲求であると主張してきました。この自律性の感覚を失うと、苦痛を味わいます。長引けば、長期的な抗うつに襲われ、心身を消耗させてしまうことがあります。関係性の強化が生じるため、関係性とは、集団への帰属意識や他者とのつながりのことです。これは脳内で生じる報酬と脅威の極めて強力な原因です。社会的心理学は、拒絶のような関係性の脅威に対する人間の感受性を長い間研究し、客観的には些細なものである拒絶が信仰の影響を生じさせることを明らかにしました。公平性の影響から生じるために、人間は公平に扱えることに対してとても敏感です。公平性のためならあまり良くない結果さえ向けることがあります。このことを見事に表しているのは、心理学で最終通学ゲームと呼ばれるものです。このゲームは通常試験者を2人に一定額のお金を分配させる形をとります。試験者の1人には金を分配する割合を決め、もう1人にそれを提案するという役割が与えられます。もう1人試験者はそれの提案を受け入れるか拒否するかの決定権が与えられます。提案が却下された場合は2人とも全く金が得られません。合理的な観点から言えば、たとえ自分の取り分が少なくなったとしても、提案された側の被験者はそれを受け入れる方が得です。拒否すれば全く金が手に入らないからです。しかし研究によって分配率が明らかに不平等である場合、提案された側の被験者はほぼ間違いなくそれを拒否します。その結果として2人とも全く金を得られなくなるにもかかわらずです。なぜ頼んでも断られると思うのか。誰かに何かを頼むときに感じる痛みの大きさは、その欲求はどれぐらいの割合で拒絶されるだろうという予測によっても変化します。そして率直に言って私たちはこの予測がとてつもなく下手なのです。コーネル大学の組織行動学教授バネッサ・ボーンズは、実験の被験者が困る様子を楽しみたいから見知らぬ人に頼み事をさせたのではありません。人はなぜ誰かに直接的に頼み事をするときに、相手がそれを受け入れてくる確率は実際にも大幅に低く見積もっているからねという不思議な現象を解明しようとしていたのです。ボーンズは被験者に見知らぬ人に頼み事をするというタスクを与えて、外に向かわせる前に、見知らぬ人たちがこちらの要求にイエスと言ってくれる割合はどれぐらいになるかと思うと、被験者に尋ねていました。実験結果は驚くもべきものでした。被験者となったコロンビア大学の学部生は、キャンパス内の見知らぬ人に頼み事をするよう指示されます。具体的には5分から10分かかるアンケート記入を依頼するというものでした。全員被験者に、5人にアンケートを記入してもらう前に何人に声かけられるならないと思うかと尋ねたところ、その回答は約平均で20人。しかし実際には平均で約10人でした。ボーンズは被験者延べ14,000人以上の見知らぬ人に様々な種類の頼み事をした複数の研究を分析し、被験者は成功率を平均で約 48% 低く見積もっていたことを明らかにしました。つまり、私たちが思っているよりも約2倍、人は誰かを助けたがっているということです。頼めた相手はプレッシャーを感じている。最近相手からの頼み事を断った時のことを思い出してみてください。どんな気持ちになったでしょうか。きっとひどい気分を味わったはずです。私たちはいい人でありたいと思いながら生きています。そしていい人とは真実だと考えています。つまり頼み事をされた人にはイエスと言わなければならないという心的他人的なプレッシャーが大きくかかっているのです。そしてこのプレッシャーは頼まれた側にとっては顕著に感じられるものなのですが、頼む側にとっては感知しにくいものなのです。面と向かって助けを求めると、相手がそれに応えてくれる確率はもっと高くなります。その大きな理由は、助けて求めてきた人が目の前にいると、それを断るのは気まずく、社会のルールに違反するという感覚は大幅に強まるからです。一方、電子メールなどを用いて間接的に助けを求めた場合は、相手は直接に助けを求めた時のような抵抗は示しません。それなのに助けを求める人は、この点を考慮せずに、どちらの方法を選ぶか尋ねた場合は、間接的な方法を取ろうとします。一度断られた相手は次もノーと言うだろうという誤解。断る理由を見つけるのはそれほど難しいことではありません。今忙しいから、今日は体調が優れないからといった言い訳は罪悪感を和らげてくれます。しかし、同じ言い訳を毎回使うわけではありません。二度目に頼み事をされた時には、もっとうまい断りの理由を見つけなければなりません。そうしなければ無視できないほどの強い罪悪感に苛まれてしまうことになるからです。一度ノーと言った人に別の機会に頼み事をしたとき、助けてくれる確率は低くなるのではなく高くなるのです。ドアインザフェイスとフットインザドア。まず極めて難しいか、常識カウンセラーは相手が必ず断ると思われる要求をします。それから最初のものに比べはるかに合理的な要求をします。そうすることで2度目の要求は取りやすくなると思うんです。二度と続けて断ることに耐え難いほどの抵抗や罪悪感を覚え、その結果としてイエスと断りやすくなるんです。一度断られたからといって二度と助けを求めなければ、お互い得られるかもしれないメリットを逃してしまうことになってしまいます。では、最初の依頼にイエスと答えた人は、二度目の依頼をした時に場合どうなんでしょうか。二度目は助けてくれる確率が低くなるんですが、いいえ違います。一度目に依頼に答えてくれた人はもう二度目の依頼に答えやすくなるのです。快感を修正したくなるという心理現象。認知的不協和は不思議な作用をもたらす強力な心理現象です。人間は誰しも一貫性のある信念を必要としています。私たちは自分の頭の中にある複数の考えが一貫していることと、その考えと一致する行動を取ろうとすることを好みます。いい頼み方、ダメな頼み方、助けを求めることが抱える矛盾、頼み事への4種類の反応1、拒否。申し訳ありませんが力になれませんというはっきりとした拒否です。これは実際には稀な反応です。何かを頼まれた時にはっきりと拒否するのは難しいのです。反応に沈黙。単に依頼に反応したいことです。依頼メールが受信箱の奥に沈み込むのを待ち、いざとなればうっかり返事を忘れていた、メールを見逃していたとふりをします。この沈黙の利点は、依頼された側がノーと断る際の不快感を味わわなくても済むことです。欠点はもちろん依頼した側が宙ぶらりの状況に置かれ、じれったく不安な気持ちにさせられてしまうことです。反応3、消極的な承諾。しょうがない。この依頼には答えなければならないだろうな。いつか対処しようという。リクエストをどうしても避けられない時に取られる反応です。助ける努力を最小限抑えつつ、依頼者を助けなかったという罪悪感を免れることができます。デメリットは助ける側が喜びや自己肯定感を得抜くことです。反応4、積極的な承諾。依頼をする側にとってもされる側にとっても最善の反応です。私たちはみんな誰かを助けられることを心から喜び、誰かの役に立ちたいという意欲に満ちている時にどれほど素晴らしい気持ちになるかを知っています。その時は求められている以上のことをしたくなり、あれこれと提案したりします。最善を尽くそうとするだけでなく最高の気分を味わいます。助けなければならないのか、助けたいのか、自発的であることが鍵。内発的に動機づけられていると、たとえそれは難しいものであっても、私たちは自分の仕事に強い関心を持ち、多くの魅力を感じます。思考は創造的になり、新しい知識を吸収し、厳しい状況に追い込まれても踏ん張ろうとします。内発的動機づけの驚き効果。神経を使うような作業をした後でも、疲れるのではなく、むしろ元気になっている仲間が得られることがあるのです。内発的動機づけを奪われるとき、コントロールされているという感覚は何かをすることの有効性や満足度を大幅に低下させます。用いたかもしれない内発的動機は台無しになり、早くそれを終わらせようという投げやりな気持ちは湧き上がってきます。ごく些細なコントロールでも驚くほど強力な影響が生じ得るのです。コントロールされていると思わせてはいけない。一部の子供たちにサインペンで上手に絵を描いた人には優秀賞のグッズをあげるとうつげます。その子供たちはそれまでよりも熱心に長時間絵を描くようになりました。賞によって子供たちの意欲が高まったのです。でも実際はそうではありませんでした。子供たちに一度だけ賞を与えたその後、新しい賞をもらうことに気づいた子供たちはお絵描きを一切やめてしまったのです。一方、賞とは無関係に遊んでいた子供たちによってサインペンは楽しい遊び道具のままです。コントロールされていると感じさせるものは報酬だけではありません。脅威や監視、期限、プレッシャーなども同じ効果をもたらします。意図せずに助けることを強いていると相手にもつれてしまうとき、頼み事をされたときにイエスと言えばコントロールされているように感じます。かといってノーと言えば冷たい人間になったように感じてしまうのです。ちょっとお願いできますかって協力確率は大幅アップ。事前にお願いしたいことがあると尋ねてから頼み事をすると、相手が協力する確率は大幅に高めます。なぜなら約束をすることでノーということの抵抗は強まるからです。善良な人間は親切であるべきという考えに加えて、目の前の相手に協力するといったばかりなので、その言葉を守ろうとする心理も働きます。この時点でかなり頼み事を断りにくい状況が作られているのです。あなたに借りがあると思うと返したくなる。反抗性は人間心理に強い影響を及ぼしています。フランクリンは反抗性を個人的、関係的、集団的など3種類に分類しています。個人的な反抗性は取り決めによる交換です。背中を書いてくれたお礼に私も中の背中を書くよという発想。個人的反抗性では取り決めた以上のことはしようとせず、相手に対して特別な感謝も感じません。関係的反抗性は親密な関係や相手との間に生じます。お互いが何かをするかについて明確な取り決めはなく、自分が困った時にも助けてもらうはずだという前提で相手を助けます。集団的反抗性は内集団での一般的な助け合いです。私たちは同じ集団に所属する人や何らかの共通点がある人を助けようとします。人種や国籍、信仰する宗教が同じといった大きな国の場合もあれば、会社の同じ部門の人、PTA のメンバー同士、ボーリングで一緒のチームでプレーする人など、狭い国の場合もあります。すぐに見返りが得られることは前提にせずに人を助けようとします。また、必ずしも助けた相手から見返りがあるとも期待しません。誰かを助けるとは巡り巡って自分もまた誰かに助けられていることになるだろうという漠然とした考えに基づいているからです。必要な助けを得るために4つのステップ。誰が助けを必要としているかを認識するにはとても難しいことです。あなた自身が助けや支援を必要としているとき、自分が持っているよりもはるかに周りにはそれが伝わっていないということです。ステップ1、相手に気づかせる。人は基本的に自分のことは頭がいっぱいで、周りにあまり注意を払っていません。その理由は、周りに莫大な情報があるため、自分の目的に関わるものだけに焦点を絞らなきゃならないからです。これは、不注意による見落としという興味深い現象を生じさせます。ステップ2、助けを求めていると、相手に確信させる。助けを求めていることが他人に気づかれにくい理由は、人前で恥をかきたくないという心理も影響しています。この心理は大きく2つあります。1つは目の前の状況を誤解しているかもしれない。間違えたら大恥をかいてしまうかもしれないという不安です。もう1つは私たちが体験的に知っている。求められてもいないのに助けようとすると相手が気分を害するという知識です。ステップ1とステップ2の障壁は、直接助けを求めるという方法によって解決できます。助けをてもらいたいというはっきりと伝えることで、相手はそのことに気づき、助ければ喜んでもらえるという確信を抱けるようになります。ステップ3、助ける側は責任を負わなければならない。周りに困っている誰かを助けられる人が多くなるほど、それぞれが抱く自分が助けるべきという責任感を忘れる。誰かのサポートが必要な時は、責任の分散をもたらす混乱を減らすために、相手にあなたを助けることへの明確な責任感を持たせるようなため方をすべきです。時間をかけ、その人に向けて、あなたに助けてもらいたいという思いをしたためた丁寧に目を向けましょう。ステップ4、助ける人が必要な助けを提供できる状態でなければならない。自分のことで手がいっぱいなので、誰かに頼み事をされたり、手を貸してほしいと言われたりしても、たとえ本当は助けたいと思っていても躊躇してしまうのです。忙しい人から助けを得るには、次の3つのことをすることがポイントです。1番目は、何を求めているのか、どの程度の助けが必要なのかをはっきりと詳しく説明することです。お願いしたことがある、ちょっと手を貸してほしいといった曖昧な伝え方をすると、相手は自分の手に負えないほど手間や時間をかかることを頼まれるかもしれないと不安になります。2番目は、妥当な量の助けを求めです。相手がすべきことの妨げにならない内容のものを頼むようにします。3番目は、求めていたものとは違っていたもの、相手の助けを受け入れるです。思ったほど助けてもらえなくても、それについて不満を抱かないようにしましょう。感謝して、相手の関係をいいものにすることに目を向けましょう。そうすることで私たちが考えた以上の恩恵が得られます。こんな頼み方をしてはいけない。共感に頼りすぎる。相手の共感を引き出すのは、その度合いさえ適切であれば、助けを得るため、とても効果的な方法です。しかし、度が過ぎると逆効果です。私は痛みを感じています。助けてくださいというメッセージは、その痛みが大きくなりすぎると聞かなくなることがあるのです。やたらと謝る。謝ると同じグループにいるアイデンティティが急須になり、お互いの間に距離が生まれ、一体感が薄くなります。言い訳をする。気が済まない様子で頼み事をしていたり、人の力を借りることにうんざりしている様子の相手のために何かをしても、助けた側は充実感を得られません。助けを求めることは少々気まずいものであっても、言い訳めいた響きにならないようにしましょう。頼み事の内容の楽しさを強調する。例として、ねえ、自動車整備場まで迎えに来てもらわない？もうしばらく会ってないじゃない？ドライブしましょう。これは友情が試される頼み事の方法です。何かを頼むとき、その頼みを引き受けることのメリットを相手に強調しなければしてはいけません。頼み事をする側がことさらにそれをアピールすると、頼まれた側に興ざめしてしまいます。その頼み事は些細なものだとアピールする。頼み事を小さく見せかけることで得られる助けも、助け側と助けられる側が感じる温かい気持ちも小さくなってしまうのです。借りがあることを思い出させる。反抗性は求められた助けに応じようとする力を生み出せますが、相手にコントロールされているという感覚も生じさせます。頼み事を正しく相手に伝えるため3つの方法。1つ目の方法は、仲間意識の核を用いることです。自分にとって重要な集団の中に困っている人がいるという考え方です。これは単なる集団的反抗性より強力なものです。2つ目の方法は自尊心です。誰かを助けることで助ける側はポジティブな考えを得ることです。この認識は自分のポジティブな側面も自覚できており、誰かに褒められるような役割になっていると感じたりする時に高まります。3番目の3つのうちで最も強力な方法は、助ける側が有効性を把握できるようにすることです。人は自分が何かを与えることや与えたことの影響を知り、それが実際に有効であったかを確かめたいのです。行動の結果がどうなったのかがわからないとき、行動への動機は激減します。以上ですが、結構喉がカスカスになってしまったんですけどね。かなり、どうやったら助けを求められるのかってことについて詳しい情報が載ってたと思います。助けられる側と助ける側で持っている心境、感情が全く違うっていうことがね、この本で私は分かったので、皆さんもそれを理解した上で助けを求めやすくなると思います。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。